青森ミッキーダンスを知ってるよっていうお友達もいるかもしれないけど、今日はせっかくだからもっと上手く踊れるようにさらに詳しく解説していくよ。ぜひ一緒にやってみてね。まずは片手を上げて、この手の方に少し体を傾けてみよう。こんな感じ。これを右からやってみるよ。3はい、右左右左右左、6回やったら右手を出してリズムを取ろう。ズンズン。はい、ここでワンポイント。はい、ズンズンの時は足もつけるのが正解だよ。わなわな、みんな正しくできているかな。そしてもう一つ、この時の手は肘を下げすぎないのがポイント。ズンズン、こんな感じ。できる人はぜひ挑戦してみてね。次は右手を上げて元気よく足踏み。1、2、3、4、5、6、かっこよくポーズを決めて揺れるよ。1、2、3、4、5、6、ミッキー。はい、またまたここでもワンポイント。はい、この時の手は肘をしっかり上げるのがポイントだよ。いくよ。1、2、3、4、5、6、ミッキー。こんな感じ。その通り。今度は前後ろ、前後ろ、後ろに引いた時に笑ったりびっくりした顔をしてみたり、いろんな顔をして遊んでみてね。はい、じゃあお兄さん、はい、お手本をどうぞ。前後ろ、前後ろ、うん、まあまあだね。さあ次は空を呼び出すよ。大人の皆さん、志高く諦めないで。最後はお腹の前で両手をトントンズンズン、トントンズンズン。ここはだんだんと大きくなっていくように踊ってね。みんなとってもいい感じ。ここまで練習すればもう完璧だね。本番は今練習したダンスがランダムに出てくるから、どのダンスが出てくるか楽しみながら踊ってね。さあ、いよいよ本番だよ。みんな準備はいい？いくよ。ミュージックスタート。ジャンボイミッキー、最初は君から。ジャンボイミッキー、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 ジャンボイ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 、
Thank you.